とにかく、こういう状況で、こう考える日本の方々がいるかもしれません。品種保護ができなかった日本にも責任がある。 皆さん、こんにちは。シ CGTV です。私は韓国人で、日本人と世界の人々に、日韓歴史、日韓問題、日韓関係について、皆さんに真実を知らせています。最近、日本が開発した武道品種である、ルービーローマンの収支が、韓国に流出した状況が注目を集めています。なぜ日本はルービーローマンの収支を、 韓国に正式に優秀したことがないからです。ルビー・ローマンは日本の石川県で1995年から14年間の研究の町に開発した品種です。14年間の努力した人々に対して何の罪悪感もなく、対価を払わずに韓国産という名前で栽培、販売する韓国人。シャインマスカットの場合も、 30年かけて日本が開発すると韓国が無断で持っていて韓国産として販売した対応的なケースですね。これは1日2日でもないけど本当にいろんな意味ですごいです。ここで私たちは主に3つの反応を見ることができるでしょう。韓国をよく知らない外国人たちは今回は 韓国が悪かったね。韓国を良くしている外国人は、またそして、ほとんどの韓国人は、日本も、格好に韓国のものを盗んだから大丈夫。私は、正界の人々に、韓国をもっと良くしてもらいたいです。皆さんが、ご存知かわかりませんが、米、みかん、りんご、いちご、 サツマイモなどなど、韓国で流通しているプレミアム果物や野菜のほとんど、韓国が開発、または改良した品種ではありません。韓国では目に見えるのが全部日本の品種だと思った方が楽なくらいです。他国の品種を愛用するのが悪いというわけではありません。ただ問題は、正当な対価を払わずに、 無断で栽培する点でしょう。これを全部話したら、えいは終わりません。とにかく、こういう状況で、こう考える日本の方々がいるかもしれません。品種保護ができなかった日本にも責任がある。そう考えられます。しかし、その責任を感じる前に、問題の原因を先に考えてほしいです。 韓国は信じてはいけない国だ。この部分を方式のように認識すればいいです。韓国人にとって尊敬する偉人が一人います。ムニクちゃんという高料時代の人物です。この人は中国から綿の種を盗んできた人です。綿の種を盗んできて、高料の地に温かさを与えたから、 いい人ということです。いいえ、盗みは悪いことです。必要であれば、開発をしたり、研究をしたり、正当な対価を払って持ってくるべきでした。しかし、韓国ではいい人です。これが何を意味するか知っていますかほとんどの韓国人は、私が直しているグループのためなら、犯罪も正当化されるという、 論理を持っているということです。もっと面白いことは、このイージンの話さえ、政府が作り出した小説のような話であることです。もう一つで、最近の韓国人がおかしいのではなく、過去から朝鮮半島に住む人々から、そもそもそういう方の人たちだったということです。皆さんは、韓国の論理を、 知らなければなりません。ネオンが韓国に法的に問題を提起すれば、韓国は日本に道徳的な理論に持っていこうとします。ネオンが韓国に道徳的に問題を提起すれば、韓国は日本に法的理論として持っていこうとします。しかし逆に、韓国が日本に 道徳的な理論で問題を提起すれば、日本も韓国のように道徳な理論で問題に対応します。韓国が日本に法的理論で問題を提起すれば、日本も法的理論で問題に対応します。結局、韓国は本人たちが思うように考えるということです。日本人の方は、 ほとんどの韓国人との会話について、韓国人が中立的なふりをする姿に騙されてはいけません。まあ、どうせ消える国ですが。この映像が気に入ったり、次の映像が気になる方は、ぜひいいねボタンとチャンネル登録、アラーム設定までお願いいたします。皆さんがチャンネルに登録してくだされば、 多くの人へ真実が届きます。ご視聴ありがとうございました。